ロバート・トーマス・ジュニアはアメリカ合衆国のジャズパーカッショニスト兼ハンドドラマーである。ビバップ及びハンドドラミングにおけるイノベーターとして知られ、2つのグラミー賞にノミネートされている。また、画家として活動するビジュアルアーティストでもある。ロバート・トーマス・ジュニアは7人兄弟の長男としてマイアミに生まれ、ノースマイアミビーチで育った。 小学5年時の先生から音楽の道に進むよう勧められたが、楽器も持っておらず、トーマスは自分の机でパーカッションを演奏することを学んだ。16歳の時に、オークグローブ宣教バプテスト協会の合唱団で歌うようになり、協会やナイトクラブで演奏する地元のグループである、ブルームフィールドファミリーと共にパーカッションを演奏し始めた。彼はローディーとして参加していたが、 プライベートパーティーでグループに加わってパーカッションを演奏してからメンバーとして演奏するようになった。まだ未成年だったがキャスタウェイホテルのレッグバーなどの会場でグループと一緒に演奏した。高校卒業後、トーマスはマイアミデイドコミュニティカレッジで学んだ。この間、彼はジャズと出会いゴールドダストラウンジにてサックス奏者のジェットネロと演奏し始めたり、 アイラ・サリバン、ビリー・マーカス、ズート・シムズ、サド・ジョーンズ、モンティア・レキサンダー、メル・ルイスなど、その他のアーティストとも演奏するようになった。1970年代後半、トーマスはマイアミ・スプリングスにて、ジャコ・パストリアスと一緒に、事前ライブで演奏した。その後まもなく、トーマスは、コネチカット州、ニューヘイブンでのライブパフォーマンスにて、 ジョーザ・ビヌルとエインショーターによるフュージョングループウェザーリポートのオーディションを受けた。トーマスは後に彼らがラテンスタイルのパーカッションではなくビバップを演奏できる人物を探していたことを語っている。彼はフランスに定住しながら1982年までウェザーリポートで演奏を続けた。グループが解散した後トーマスはマイアミに再び定住しその後すぐに 地元のレーベルで自身による音楽、インザドリームタイムというソロ CD を発表した。彼は1994年までザビヌルと共に仕事し続けた。ウェザーリポートの他に、トーマスはザビヌルシンジケート、ジャコパストリアスのワードオブマウス、スタンゲッツ、デイビッド・サンボーン、カルロス・サンタナ、エディ・ハリス、ブランフォード・マルサリス、ハービー・マン、アマット・ジャマル、 ロベルト・ペレーラなどの個性的なアーティストたちと共演した。彼が演奏した世界のアーティストには、シュタール奏者のアミタバ・チャタルジーや、アフリカのアーティストである、ビンクスが含まれている。トーマスは広範囲にわたるディスコグラフィを持っており、いくつかソロ CD を発表してきた。そこでは、コンガドラム、管楽器、ギター、アフリカのウォーハープなど、 様々な楽器を混ぜ合わせたものを演奏している。トーマスは、ジェーン・トーマスと結婚しており、息子のスペンサーがいる。ありがとうございます。